はいどうもこんばんは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですねクラブセレクション紹介第7弾ということで、ミラン、こちらの8選手紹介していきたいと思います。ドンナルーマ、イブラヒモビッチ、テオエルナンデス、ケシエ、シモンケア、トナーリ、カスティジェホ、トモリ、こちらのね8選手を紹介していきたいと思いますが、まあ、この中でもカスティジェホとトモリに関してはミランのクラブセレクション初登場ということになりますので、しっかり紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。まずはゴールキーパーはドンナルーマということで、ドンナルーマに関してはね、まあ、今作も結構登場回数ありまして、今回で6回目の登場になっています。で、今回のドンナルーマは基本的に3から4上がった中で、まあ、1番型能力者はありませんね、まあ、クラブセレクションですので1つの能力者は爆上がりで、スキル追加はなしということになりますので、ご注意いただければと思うんですが、まあ、今週ライブアップで D ですね、まあ、ですのでどうですかね、まあ、次の月曜日に来るかどうか分かりませんけども、まあ、今週は使えないということになってしまいました。まあ、GK 能力は全てカンスト、スピード瞬発もね、今回は黄色まで乗せたという形になりますけども、まあ、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクトも高いですし、今作に関しては間違いなく最強クラスのゴールキーパーですので、持ってない方は自分も含めねゲットしていただければと思うんですが、前回のまずクラブセレクション1回目、こちらと比較していきたいと思います。まあ、基本的に1ずつ上がった中でボールコントロール、プレースキックも5ずつ高くなっていますので、今回乗り換えていただければと思いますし、クラブセレクション2回目に関しても同様ですね。まあ、能力値の上げ幅がプラス1からプラス2ですので、まあ、完全に今回の方が上位互換ということになりました。で、続きましてクラブセレクション3回目ですね。まあ、こちらは GK 能力はねプラマイゼロということなんですが、上の方の能力者は今回の方が高いので、今回乗り換えていただければと思います。続きまして11月26日の週間 FP ですね。まあ、週間と比較してもキャッチング1高くなって、カンストしていたり上の方もプラス2ということですので、このドンナルーマに関しても今回乗り換えていただければと。で、最後に3月4日の週間 FP になりますけども、ジャンプに下がったのは痛いかなと思いますが、他のところがプラス1ずつという形ですね。続きましてズラタン、イブラヒモビッチということで、ミランの神が登場ということになりました。で、ズラタンに関しては基本的に1から3上がった中で、今回はオフェンスセンスがプラス5ということですね。まあ、得点能力90台まで乗せていますし、やはり空中戦に関しては、まあ、ヘディングねもう少しあっていいんじゃないかなと思いますし、ジャンプも80に少し低いですね。まあ、フィジカルコンタクトだったりキック力に関してはね90台後半まで乗せているんですけども、逆足は43でコンワン7ですね。で、スキル面で見た時にワンシューだったりスルーパスも持っているということになりますので、ぜひまあね持ってない方はゲットしていただければと思うんですが、前回との比較見ていきましょう。まずは PS4 の方で来ているクラブセレクション1回目ですね。まあ、一目瞭然今回の方が強いということになりますので、乗り換えていただければと思いますし、クラブセレクション2回目に関してはマイナスも結構あるなという印象で、オフェンスセンス3上がりましたが決定力3下がっていたりで、ジャンプだったりねボディコントロールに関しては今回の方が高いんですけども、他のところがマイナスですので、まあ、個人的には前回の方がおすすめなのかなという印象ですね。続きまして10月22日の週間 FP になりますけども、決定力に下がっていますが、まあ、ジャンプだったりオフェンスセンス上がっていますので、このズラタンに関しては今回の方がおすすめですね。続きまして投票のズラタン、イブラヒモビッチになります。まあ、ご覧の通りですので、これも今回乗り換えていただければというところですね。続きまして左サイドバック、テオエルナンデスということで、テオエルナンデスに関しては基本的に3から4上がりました。で、今回はキック力がプラス6ということになっています。まあ、サイドバックとしてオフェンスセンス決定力かなり高いですね。スピード瞬発はカンストで、キック力は90台後半まで乗せました。で、フィジカルコンタクトもかなり高いですね。まあ、ただサイドバックで使うならディフェンスセンスがかなり低いので、サイドハーフの起用が安定なのかなと思いますが、スキルシュート系かなり多いということになっています。ということで、前回のクラブセレクションとの比較になりますね。こちらは PS4 の方で来ているテオエルナンデスになりますけども、まあ、基本的に上がったなというところなので、これは今回乗り換えていただければと思いますし、クラブセレクション3回目に関してもプレースキック下がっていますが、他のところがプラス1ずつですね。で、最後に12月17日の週間 FP になりますけども、まあ、得点能力下がったのは痛いですね。ただまあ逆にキック力だったりスタミナに関してはプラス7です。続きまして中盤、ケシエですね。ケシエに関しては基本的に4から5上がった中で、今回は決定力がプラス7ということになりました。で、通常がですね、中型アップで能力値変動ありまして、今回かなり強くなっているんじゃないかなと思いますが、ドリブル能力だったりパス系、ディフェンス系の能力値もしっかり高いという形になっています。で、逆足は3人で、コンワン5ですね。で、レベマ総合値今回5上がって94ということになっていますが、まあ、どうですかね。マンマークインターセプトだったり持っているんですけども、中盤で使うならね、ワンパなりスルーパス持っておいてほしかったなという印象です。
ということで前回のクラブセレクションとの比較になりますけども、まずは PS4 の方で来ている金玉の化粧ですね、こちらはまあ一目瞭然基本的に上がった中で根腕も一つ上がっていますので、今回乗り換えていただければと思いますし、クラブセレクション2回目に関しても同様ですね、基本的に上がっています。まあ特に上がり幅で見ても決定力6、ジャンプ7で、あとは根腕の部分も上がっていますので、今回に乗り換えていただければと思いますが、最後にクラブセレクション3回目ですね、こちらはオフェンセンス一つ下がっていますが、他のところがプラスということですね。根腕に関しても4から5に1つ上がっていますので、乗り換えていただければと思います。続きましてセンターバック指紋ケアですね。指紋ケアに関しては基本的に3から4上がった中で、アグレッシブネスがプラス6ということになりました。ディフェンス系の能力値だったり空中戦だったりパス系、ここら辺は高いんですけども、スピード瞬発の部分ですね、センターバックで使うならもう少しスピシン欲しかった印象ですので、サイドバック起用できたらよかったなという印象ですね。スキルはヘッダー、バックスピンロブ、マンマーク、インターセプト、キャプテンシーの5つ、プレイスタイルはビルドアップということで、前回との比較見ていきましょう。まあディフェンスエース3上がっていたり、空中戦に関してもね、ジャンプ、フィジカルコンタクトは高くなっています。まあただヘディングがマイナス4ということなんですが、スキル、バックスピンロボとキャプテンシーが追加となっていますね。続きまして DMF トナーリですね。トナーリに関しては基本的に4から5上がった中で、ディフェンスセンスが7つも上がっています。まあ高いところでバランスが取れているプレーメーカーの選手ですし、ドリブル能力だったりパス系、スピード瞬発、ボディコン、フィジコンしっかりありますね。でプレーメーカーとしてディフェンス系の能力値もしっかり持っているんじゃないかなと思いますが、スキルが有能ですね。ダブルタッチ、ミドル、ワンパですので、まあぜひ中盤で使っていただければと思うんですが、前回との比較見ていきましょう。クラブセレクション3回目ですね。ボディコントロール下がっていますが、ディフェンスセンス4上がっていたり、他のところも1ずつ上がっていますので、今回乗り換えていただければと思います。続きまして、初登場になります、カスティジェホですね。カスティジェホに関しては基本的に3から4上がった中で、今回は瞬発力がプラス6ということになりました。まあ、オフェンスエースケテルが若干低いかなと思いますが、ドリブル能力だったり、パス系、スピード瞬発に関してはしっかりあります。ただまあ、やはりスーパーサブの選手ですので、後半からね、出していただければと思うんですが、他にもダブルタッチだったり、コンカー、そしてスルーパスも持っています。ぜひね、ゲットしていただければと。で最後はですね、センターバック、トモリですね。トモリに関してはこのミランのクラブセレクション1番と言っていい、当たりの選手かなと思いますが、基本的に4から5上がりました。で、ディフェンスエンスが9上がったということでめちゃくちゃ上がっていますね。ディフェンスエンス、ボール出しは93、91、アグレッシブスに関しても90代後半まで乗せています。で、スピード瞬発も88、92でしっかりありますし、空中戦に関してはね、まあ、ヘディングは83なんですが、ジャンプ96、フィジカルコンタクトは91しっかりありますね。で、身長185センチなので、センターバックで使うよりは個人的に右サイドバックの起用が安定なのかなという印象ですね。スキルはマンマーク、インターセプト、闘争心の3つ、プレイスタイルビルドアップということになります。ということで本日はですね、ミランのクラブセレクション4回目になりましたけども、こちらの8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ中でもトナーリだったりトモリ、あとはケシエですね、まあドンナルマ持ってない方は間違いなくドンナルマかなと思いますが、まあここら辺の4選手が個人的な当たりなんじゃないかなと思っています。ということでですね、本日はここに終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では